プロ野球広島7のご半身、4日松田スタジアム。広島は半身に逆転勝ち、3連敗で止め38勝31敗4分けの貯金7、半身と3ゲーム差に広げた。3対3で迎えた8回、半身2番手、島本に小園が右安打で代走。初期、坂倉が2飛び、野間の打席で初期が2投を決める。 野間が死休で一死一二塁で島本から石井に交代。石原の打席で初期が三刀を決め、石原も死休で一死満塁の後期に。ここで菊池は空振り三振も道林の初級に石井が冒頭し初期が本塁に一気に生還し4-3で勝ち越した。さらに道林がレフト線に2点タイムリーツーベースを弾き返し、続く代打。 二股もセンターへタイムリーを飛ばしセブン3と大きくリードを広げた。試合は先発、アグは誠25、は今季12度目の登板、試合前まで5勝2敗、防御率2.82。前回の6月27日、ヤクルト戦は6回3分の1を6安打3失点、自責ゼロで勝ち負けつかず。今季の阪神戦は2度目、前回の4月10日、甲子園、 は5回3分の2を6安打2失点で勝ち投手になっていた。アドゥアは1回、近本を一直、中野を空振り三振、前川にライトへツーベースも大山を2頃に打ち取り無失点の立ち上がり。スタメンは大幅に変更。1番センター、秋山、2番ショート屋の、3番サード小園、4番ファースト坂倉、5番ライト野間、6番キャッチャー、石原、7番セカンド菊池。 8番レフト、道林、9番ピッチャーアドゥアのオーダーを組んだ。阪神の先発、村上は今季広島戦は5度目で2勝2敗、防御率1.93だった。1回、秋山が初球を叩き右安打、矢野の打席の初球に二刀を観光。梅野が悪送球し虫、三塁の先制機に矢野がライトへタイムリーを飛ばし1点を先制。アドゥアは2回、先頭。 佐藤テルと島田に連続支給梅野のギダで一死に、三塁に。小畑にレフト前にタイムリーを落とされ一対一の同点に追いつかれる。小畑に二刀を決められ一死に、三塁。村上にレフト前にタイムリーを流し打たれ一二と勝ち越される。さらに近本にセンターへ儀比を打ち上げられ、一から三なった。三回の攻撃で一死から秋山が右安打。矢野は中飛 小園は夕頃で繋がらず。アドゥアは4回、オ畑、村上、地下本と初めて三者凡退に抑える。4回の攻撃で坂倉と野間の連打、石原のギ打で一死に、三塁とすると菊池の打席で村上がワイルドピッチ。